パラノイアックリメイク版。ラストパートだぜ。下の選択肢を選ぶとバッドエンドになるという夢を見たので、上の選択肢、本当に化け物、を選びますん。勝手に前回をなかったことにしないでー。あれが幻覚や妄想だなんて、考えられません。三浦さんは実際に見ていないから、そんなことを言えるんです。あれは、本当に化け物なんです。高村さん。帰ってください。帰って、もう、あなたにも。誰にも会いたくない。放っておいて。失礼します。妄想なんかじゃない?確かに私はうつ病だけど、そんな症状今まで出たことないし。薬だってちゃんと持ってるんだから。そういえば、今日はまだ薬飲んでないな。ちゃんと飲んでおこう。では前回と同じように薬飲みに行きます。今のところ行動の順序は変わらないみたいだね。後から変わるのかな?前回のように妄想と思い込むか、今回のように化け物と思い込むかで、ミキちゃんの行動がこれから変わると思うのぜ。細かい条件等なければハッピーエンドいけると思うので安心しなさいリグル。細かい条件って?日付変わるごとに抗うつ剤飲んでなかったから、それだけが心配ですん。何よ、こんな薬。ずっと飲んでるのに、何も改善しないじゃない。もう、いらない。ミキさん飲まなかったよ。大丈夫なの?悪化しない?大丈夫だと信じましょう。もしもし。あ、ミキ。あんた、大丈夫なの?何が?この前、問題があって帰りたいとか言ってたでしょ。問題は解決したの?そもそも、何があったのよ。話せるなら、話しておきなさい。ミキ?どうしたの?あんた、泣いてるの?お母さんお願い助けて。この家、化け物がいるの。私のこと殺そうとしてるの。もう、お母さんしか頼れないの。お願い助けて。迎えに来て。家に帰りたいの。帰らせて。正直に話せた。きっと助けてくれるよ。はは。え?あはは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 。お母さん。なんだって。そうなるか。やっぱり、あんたも気違いだったのね。ゆり子と一緒だわ。くだらない妄想に振り回されて。昔っからあんたはあの子と似てると思ってたのよ。弱々しくて、空想癖があって。だから、こんな気違いになるのよ。お母さん。そんなくだらないこと言うなら、電話してこないで。気違いになんて、二度と関わりたくない。もう、勝手にしなさい。あの子みたいに、首でもくくれば?いくらなんでもこの言い方はひどすぎでしょ。信じて。くれない。本当のことなのに。私は、気が狂ってなんかないのに。妄想ルートでは心配してくれてそうな雰囲気だったお母さん。正直に話した途端これである。妄想なんかじゃない?化け物は、本当にいるのよ。逃げ場なんて、ない。頼る人も、もういない。でも、私は本当に狂ってなんかない。それを、証明するの。一人で、全部なんとかする。あいつになんて、捕まってたまるか。この様子だと、書斎訪れた後に間違いなく鬼ごっこ始まるわね。また幽霊のドアップ見るの。頑張れ。泣き声?鳴き声が、聞こえる。どこから聞こえてくるの?では書斎に向かいます。運命の決戦ですん。できればもう二度と鬼ごっこなんて見たくなかった。またあの恐怖を体験しないといけないなんて。リグル、きっとこれが最後なんだぜ。これを気絶せず耐えることができたら一皮むけるぜ。そもそも恐怖耐性つけたいなんて思ってもないんだけどね。いつも霊夢が勝手に私を連れてきて。はいはいそこまで。これは、まさか。そんな。この影は。いやー、やっぱ
この演出怖い。いや。今度はちゃんと逃げたぜ。鬼ごっこ開始だぜ。逃げなきゃ。どこか。どこかに。逃げなきゃ。うへえ、体力ほとんどないですん。ワンミスでゲームオーバーか、わら。トイレ隠れるの。絶対怖い目に遭う。リグル、頑張って耐えろ。そんなこと言われてもねー。ギャー。リグル、気絶してないよな。な。なんとか生きてる。よ。次も多分ミスると思うので頑張って意識保ってねん。もう今回限りで逃げ切ってよ。そんなこと言っても、今回はワンミスで終わるんだぜ。しばらくは耐えてもらうしかないぜ、わら。逃げ切れますように。ギャー。同じ死に方でしょうがリグル、わら。そうだぜ。普通はだんだん慣れてくるぜ、わら。見れば見るほど恐怖が増大していくの。次同じ目にあったら私。もう。リグル、気絶は禁止だぜ。気絶は禁止ですん。意識保つだけで精一杯だよ。その顔のまま喋られる方が怖いんだが、わら。さっきから隠れ場所見つかんないわね。どこ隠れたらいいのかしら。そういや地下のぬいぐるみ部屋はどうだ？そこ隠れ場所あったかしら？お？行けた？行き止まり。か、隠れられる場所もない。イベント発生ってことは、進歩したってことかな？追い詰められたよ。いや、お願い。来ないで。来ないで。ぬいぐるみが落ちた。え？足の部分に幹と刺繍が。そういやパソコンで見た日記にぬいぐるみのことが少し書かれてたな。どうして？私の名前が。ミキさんのために作ったぬいぐるみなのかな。なんであんたは、そうやっていちいち報告に来るのよ。あんたの腹の子なんて、知ったこっちゃないわよ。回想のようです。ごめんなさい、姉さん。でも、姉さんは私の母代わりだから。どうしても報告したくて。お腹の子。とっても元気みたい。高齢出産だから、どうなるかと思ったけど。私はあんたと違って忙しいのよ。くだらないことで、いちいち来ないで。仕事行くから、さっさと帰ってちょうだい。お母さんは昔から余裕なさそうな感じだったんですな。あら、ミキ。帰ってたの。ただいま。おばさん、来てるの？お母さん、夜勤行ってくるからね。ゆり子と外で何か食べてきなさい。ほら、お金渡しとくから。行ってらっしゃい。あら、ミキちゃん、久しぶり。今日はもう学校終わったの？初のおばさんたちへ。うん。ねえ、お腹の赤ちゃん。女の子？いいえ、まだわからないの。でも、女の子のような気がしててね。たくさんぬいぐるみ作ってあげてるのよ。男の子だったら、ぬいぐるみなんていらないかもね。だからぬいぐるみがたくさんあったのか。そんなことないよ。お母さんが手作りしてくれたものなら、男の子でもきっと喜んでくれるよ。そうかしら？ふふ、ありがとうね。そうだ。ミキちゃんにも今度、ぬいぐるみ作ってプレゼントするわ。あ、でも、ミキちゃんはもう高校生だし、ぬいぐるみなんていらないかしら。おばさんが作ってくれたの、欲しいな。もらってもいい？もちろん。頑張って可愛いの作るわね。楽しみに待ってて。でも、お母さんが知ったら、すごく怒るよね。大丈夫よ。私からちゃんと話しておくから。大好きな姪っ子にプレゼントするくらい、きっと許してくれるわ。ありがとう。おばさん。横に落ちてきたぬいぐるみが、ミキちゃんにプレゼントする予定だったものか。でも、その前に精神的にやられてなくなっちゃった。このぬいぐるみ。そうだ。おばさんが、私に。私はずっと楽しみに待ってて。でも、
少し経って、おばさんの子が、死んじゃって。それで、おばさんは、ごめんね。おばさんが、一番辛い時に、助けてあげられなくて。私は、お母さんが、狂ってくおばさんが、怖くて、おばさんのこと、見殺しにした。でもね、私、おばさんのこと、ずっと大好きだったんだよ。おばさんがピアノ上手だから、真似したくて、ピアノ習わせてって、お母さんに頼んだの。小説家になったのも、おばさんが本が好きで、たくさん、私に教えてくれたから。おばさんの子に、会いたかった。ぬいぐるみも、もらったら大切にしようって思ってたよ。どうやらすべて思い出したようだぜ。泣かないで。ずっと一人で。辛かったんだね。苦しかった。はずだよね。私のこと、憎んでるんでしょう？見殺しにしたこと、怒ってるんだよね。私、おばさんとなら、どこにでも行けるよ。まさかおばさんに道連れにされる気なの？さすがにそこまで罪悪感背負う必要ないよ。大好きだよ。おばさん。全部思い出したはいいけど、ミキさん死なないよね。できればさっきのでおばさんの無念が晴れて成仏したらいいんだけど。ん？高村さん。三浦さん、生きてた。ああ、よかった。気がついて。すいません、どうしても気がかりで。チャイム鳴らしても応答がなかったので、ここまで来てしまいました。救急車、もうすぐで着くと思います。本当に、気がついてよかった。揺さぶっても、全然起きないから。どうやら大丈夫だったようだな。高村さん、泣いてるんですか？私、思い出せたんです。とても、とっても大切なこと。辛くて、悲しくて、忘れていた大切な人のことを、思い出せたんです。私は弱くて、何もできない子供で、その人を、助けられなかったけど、ずっと、大好きだったんだって。それが、とても嬉しいんです。だから、私、もう大丈夫。こんな私でも、人を愛せるって、愛してくれた人がいるって、思い出したから。リグルよ、安心しなさい。これはグッドエンディングよ。よかった。その日から、家の中で奇妙なことは起きなくなった。運ばれた先の病院で診療科に診てもらったところ、私は統合失調症の疑いがあるとのことだった。あれが本物か、幻覚だったのかは、今となってはわからない。だけど、もう今の私は、どちらだったとしても構わないのだ。よし、忘れ物はないよね。もうこの家からは出ていくのかな？あ、三浦さんかな？三浦さん、何かご用ですか？その、今日、ここを出られると聞いてたので、見送りに。本当に、ご実家に戻るんですか？いろいろと、事情が複雑だと聞いてましたが。ええ、ちゃんと通院しようと思って。実家の方には、うつの治療で世話になった医者もいますし。きっと、大変なのはこれからです。
おばへの気持ちを思い出したからって、罪悪感が消えたわけじゃない？むしろ、強くなったかもしれません。自分の気持ちをしっかり知って。悲しいことにも、辛いことにも、向き合っていかなきゃいけません。そのために、実家に戻って治療するんです。実は、母にも治療を受けさせるつもりなんです。長年のヒステリーが悪化してるので。大丈夫なんですか？すごく厳しい方っておっしゃってましたが。きっと、怒鳴られるでしょうね。病院行こう、なんて言ったら。でも、娘の私が何とかしてあげたいんです。私も叔母も母も、とても弱い人間です。私と叔母は、自分の弱さで自分を傷つけてた。母は、自分の弱さを隠すために攻撃的になってしまってるんです。このままだと、母も叔母と同じ終わり方をしてしまうかもしれません。それだけは、避けないと。だから、母を説得して一緒に病院に通うと思うんです。厳しくて怖いけど、やっぱり私、母のこと好きですから。そうですか。何か？あ、いえ。せっかくお近づきになれたのに、もうお別れかと思うと、寂しくて。大丈夫ですよ。病状が落ち着いて、母も治ったら、必ずこっちに戻ってきますから。本当ですか？ええ。大好きなおばが残した家ですから。できれば、ずっと住んでいたいんです。そうですか。それは、嬉しいです。駅まで、車で送ります。タクシーもあんまり走ってないですから。ありがとうございます。それじゃ、お言葉に甘えますね。すぐ帰ってくるからね、おばさん。ミキさん優しいな。普通、親にあんな罵倒されたら、できれば関わらないようにしたいと思うはずだけど。実の娘が苦しんでいるのに罵倒するのは、娘の気持ちを理解してないというより、母親自身の心に問題があるとも取れるぜ。精神的不安によって自分自身を責めるようになるか、他人を攻撃するようになるかに分かれるらしいわね。多分ミキちゃんは精神科に通っていた時に得た知見から、母親も精神に問題があるんじゃないかと考えて通院を進めようと思ったのかも。これで母親との関係が改善すれば言うことなしだが、これでエンディングだから、この先どうなったかは想像にお任せかな。いい方向に行ってるといいよね。まあその、最後におばさん成仏できたとは言っても、やっぱ残念だよね。赤ちゃんを死産してしまったことによる精神不安。そこへさらに姉である母からの罵倒。そのせいで余計精神的におかしくなり、夫からも逃げられる。いろんな事情が重なったせいで精神が波状してしまったんでしょうな。本気で悩んでいる時に誰も味方がいなかったのがね。ミキさんは味方だったでしょ？それはそうだけど、母親の圧力のせいでおばさんと関わること自体制限されてたから、いろいろ複雑なのよね。娘に対してもおばさんの悪口を吹き込むほどだから、周囲の人に対する悪口もあったんじゃないかな。こんなんじゃ味方になりたくてもなってあげられない。下手に味方すると自分も悪口言われるかもしれない。そんな状況だったのかもしれない。いろいろ事情が複雑すぎて完全に理解できてないけど、とにかくいじめはダメってことだね。おや？キャラクター、ノベル、が追加されてますん。なんと、キャラクター紹介ですん。キメイ丸、朗読してくれ。へいへい。高村美希、年齢、25歳。職業、小説家。物憂で無気力な雰囲気の女性。大学卒業後、純文学作家としてデビューしたが評価されず、現在は恋愛小説を連載している。本人はほとんど恋愛経験がない。作家として名前はそこそこ知られている。仕事の悩み、母からの抑圧、叔母の自殺に対する罪悪感からうつ病を発症していた。統合失調症は疑いのみで正式な診断は下りなかった。本編終了後から2年後、叔母の家へ戻る。何気に後日談書かれてるね。三浦さん喜んだんだろうな。三浦真嗣、年齢、24歳。職業、建築デザイナー。向かいのアパートに住む独身男性。世話焼きでポジティブ、少し強引な性格。腱鞘炎が悪化して製図作業ができなくなり、有給消化の名目でしばらく休職している。日常生活には支障がない様子。ミキの不思議な雰囲気に惹かれている。
本編終了後から2年後、実家から戻ってきたミキと再会し、とても喜んだ。はい、爆発。なんで爆発なの？気にしなくていいぜ、笑。高村美奈子。年齢、48歳。職業、看護師。学生の頃に両親を亡くしてから、進学を諦めて就職し、妹の面倒を見続けてきた。もともと神経質で真面目な気質だったが、自分が肉親を支えなければという意識に脅迫され、次第にヒステリックになっていく。ミキが生まれ離婚してから、さらに悪化。本編終了後、ミキの根気強い説得によって診療科へ通うようになり、ミキとの関係もいくらか改善したようである。いくらか改善したんだって、よかった。お母さんもいろんなプレッシャーに押しつぶされそうになってたんだな。佐伯ゆり子。年齢、享年41歳。専業主婦。33歳で結婚、36歳で妊娠したが死産し、罪悪感から精神に異常をきたす。離婚してから悪化し、徘徊や規制を上げるなどの行動を繰り返すようになり、やがて自宅で首を吊って死亡した。もともとは優しく穏やかな性格で、親代わりに育ててくれた姉のことをとても慕っていた。ミキのことも好きで、ピアノを聴かせたり、おすすめの本を紹介したりと親しくしていた。お疲れ、キメイちゃん。キャラクター紹介は以上のようです。何気に細かい設定とか後日談が書かれてたね。あとはノベルかな？もしかしてちょっとした小説版が読めるとか？なんと、小説版パラノイアックが公開中とのことですん。小説版パラノイアックでググってみたところ、2日目までの物語がピクシブで公開されているようだぜ。興味ある方はぜひ読んでみるのぜ。というわけで、パラノイアックリメイク版ゆっくり実況はこれで終了になります。最後までご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。やっと終わった。もうホラゲ誘われても来ないからね。それは霊夢次第だぜ。もう勘弁。